皆さんこんにちは、ユリアと申します。今日は早めに寝ましょう。明日が楽しみですね。と言ってる間に明日の朝になっちゃった。9月4日日曜日の朝、何が起こるんでしょうか。今日が学園祭最終日、楽しみだけどちょっと寂しいかも。そうだよね、運営委員としての役割が終わっちゃう、みんなとの関わりがなくなっちゃうもんね。さて、ちょっと学園祭見て回ろうかな。どうしよう、さっき前回行ってなかったところがいいな。赤谷くん行きたい。あ、でも太一くん、ダンちゃん、さっき近くにいるんでダンちゃんから行きましょう。ダン、太一くん、かわいい1年生。もんじゃ焼きとは珍しいかも。あ、確かに学園祭では珍しいよね。あ、いらっしゃいです。どうぞ奥に入ってくださいです。かわいい、かわいい。てかバンダナにちょっとチェックが入ってる。じゃあさ、ダンちゃん攻略できんだよね。ダンちゃん攻略したいな。どうしよう、攻略したいキャラがいっぱいありすぎて困る。あの、入ってくれないですか。あの、ちょっと入ってくれないと僕が阿久津先輩に怒られるです。助けると思って入ってほしいです。そう言われると、それはごめんなさい。行っちゃったです。何やってやがる、まともに客引きもできねえのかてめえは。往復が洋服なのかさ、すごいヤンキー感増してるんだけど。すみませんです、ごめんなさいです。もういい、中に入って手伝え。阿久津先輩が客引きやったら誰も来ない気がする。で、赤谷くんはいた。あ、確かここってミニゲームのところかな。あ、ここはよ、やっていくかい。1回100円だよ。あ、ごめんなさい、見てただけだから。前に来たし、今日はいいよね。来たことあった。あ、サラダ先輩の時か。なんだ、こうなんだ。あ、でもカウントされない、よかった。どうしようかな。菊丸先輩はあれか、手塚先輩のところだから違うところがいいか。限られてくるな。そしたらあれ、菊丸先輩とカイドウ先輩って同じところじゃないよね。カイドウ先輩のところに、カイドウ先輩なんか先輩なのか君なのか分かんなくなってきた。金魚すくい面白そう。1回100円だ、やるか。ほれ、ポイとカップ。よし、やるならあの大きなデメキ狙わないとね。えい。なってねえな。うっ、残念。よし、もう一回。ダメだな、そんなんじゃいくらやっても救えねえ。じゃあお手本見せてよ。そうです、お手本見せてください。いいだろう、よく見とけ。ブーメランスネーク。マジで危ないでしょ。これさ、もう水まきみたいになってるよ。通行人に全部水かかるじゃん。てか中の金魚とかも外に飛び出しちゃうんじゃないの。どうだ。私には無理です、諦めます。あれが常識。
できるん。シロー先輩、あ、芥川先輩、ダメですよ、こんなところで寝ちゃ。おう、うん、だって暇だし。暇？なんでこんなにさ並んでんのに、なんで？お客さんがさあんまり動かないんだよね。え、どういうこと？居座ってるっていうこと？あ、もしかして。アトベ先輩、喫茶店の売り上げどうなってますか？ん？ああ、悪くはねえな。お客さん、あまり動いてないみたいですけど。仕方ねえだろ、ここはそういう店だ。それはそうなんですけど、学園祭としてそれはどうなのかな。売り上げの伸びが今一つなのは確かですね。だったら何か方法があるってのか。あまり自信はないですけど、提案があります。ほう、言ってみろ。低価格でボリュームのあるメニューを一つ追加するんです。そんなもんで客の回転率が上がるのか。いや、待て、いい方法かもしれん。どうしてです？ボリュームがあれば客は満足感を得る。それも低価格ならば注文もしやすい。最近はそういうお店多いよね。満足感を得た客は早めに席を立つ。そうすれば回転率は上がる。そういうことだな。はい。だがボリュームのあるメニューとなると低価格では原価割れを起こすぞ。はい、ですからそこは価格設定で重要になりますが。まあ、やってみる価値はあるな。カバジに伝えろ。使える食材でボリュームのあるメニューを一つ作れとな。はい。あとはその食材の原価を計算して価格を設定しねえとな。できるか？大変だ、忙しくなってくるよ。やってみます。よし、任せる。これは成功してんのかな。いきなり回転率が上がったな。ああ、よかった、うまくいったみたいですね。ああ、なかなかやるじゃねえか。お前の提案がうまくいったぞ。いえ、そんな。今のうちに休憩しとくか。行くぞ。はい。当たり前のような感じになっちゃったんだね。どこ行こうかな。あ、てかもうさ、この2つしか回れないんだ。じゃあ神尾くんの後にサイさんを行こうかな。絶対追い返されそう。これはお化け屋敷か。結構雰囲気出てますね。なんだ、アトベか。神尾、ここは不動峰の模擬店か。入るのか。嫌そうな顔しやがって。どうする？私はその遠慮します。怖いのかな、主人公。入ってキャーとかっていう展開を狙ってたのに。そうか、だったら行くぞ。だけか、これだけか。じゃあサエさんかな。サエさんは、なんだこれは。海の家みたいですね。海の家。え、アトベ先輩、海の家知らないですか？海の家っていうのは海水浴客に食事やシャワーなんかのサービスを提供する場所だよ。相変わらずのイケボだね、サエさん。六角の佐伯か。いらっしゃい、
何か食べる？何がある？かき氷に焼きそば、焼きもろこしってとこかな。何か食うか？いえ、今はいいです。遠慮しすぎでしょ。主人公さ、金魚すくいをやっただけでしょ。なんか食べたりとかしないの？そうか、なら行くぞ。はい。どっか寄って行こうよ。夕方になっちゃった。もうすぐ模擬店コンテストの結果発表ですね。勝てたと思うか？もちろん。多分。頼りねえ返事だな。お前は自信がねえのか？後半の追い上げがどこまで実を結ぶかですから、見らぬか。なんでも見通しっていう顔だね、跡部先輩は。相変わらずうぜえ。これより模擬店コンテストの結果発表を行う。模擬店コンテスト売上およびアンケートのトップを獲得したのは、ドキドキ。協定学園の喫茶店だ。やったね。やったぜ。やりましたよ。私たちの喫茶店が売上アンケートともにトップです。ま、当然だな。うっ、素晴らしい。やりましたね。やるな、大したもんだ。おかげで評定が総合での優勝やな。そっちには及ばなかったけど、たこ焼き屋だって頑張ったんだぜ。1位、2位、3位とかないのかな。まあ、1位は喫茶店だったけど。アホ、ガクトが足引っ張らへんかったら俺らが勝っとったんや。なんでだよ。喧嘩しないで。残念だけど評定が勝ったんだし、いいじゃないですか。皆さん本当におめでとうございます。よくやったぜ、褒めてやる。そんな、私は少しお手伝いをしただけで。ああ、この俺様が認めてやってるんだ、少しは喜べ。はい、ありがとうございます。これで学園祭も終わるな。ま、俺の筋書き通りにはなったが。よかったですね。部の連中も少しは元気が出ただろう。あ、先輩、もしかしてみんなを元気づけるためにこの学園祭を？さあな。推薦枠での出場になった全国大会だが、些細なことでも勝利をイメージして大会に挑むことは悪くない。あ、ここ OVA 前の話なんだ。違うか、先輩。もうキャンプファイヤー。さて、これで合同学園祭もファイナルだ。よし、みんな楽しんだようだな。それじゃあ。ちょっと待てよ、締めの挨拶はうちの手塚がやるはずだろう。そうなの？目立ちたがり目が。ち、気づかれたか。まあいいさ。じゃあ手塚、しっかり締めてくれ。合同学園祭も残すところキャンプファイヤーだけとなった。相変わらず固いな、手塚くんは。だが、まだ学園祭が全て終わったわけではない。家に帰るまでが学園祭だ。何このさ、小学校の校長先生かよ。あらら、
では、油断せずに行こう。あ、こんな時まで。こんな時までそれかよ。さて、楽しかった学園祭もこれでファイナルです。もう司会進行変わっちゃったね。最後は有志による社交ダンスで締めくくりとなります。社交ダンスか。ステップの解説書はもらったけど自信ないし。なんだ、踊らねえのか。先輩、リードしてください。アトベ先輩、ステップが覚えきれなくて。バカ、ステップなんざ気にすんじゃねえ。俺がリードしてやる。え、でも嫌だってのか。そんなことありません。でも私が先輩と踊ったりしたら、また前と同じようなことで先輩に迷惑をかけてしまうかもしれないから。何言ってやがる。俺のせいでお前に迷惑がかかったんだろうが。そんなことないよ。何度も言うが、お前に非はないんだ。でも安心しろ、もうあんな目には合わせやしない。お前、俺が信用できねえのか。いいえ。じゃ問題ないな。踊るぞ。お手をどうぞ、お嬢さん。はい。ふん、思ったよりはうまいじゃねえか。うん、キラキラしてるね。そうですか。私、先輩のリードについていくので精一杯なんですけど。十分だ。あとはこれから覚えていけばいい。え、覚えるって？俺と一緒にいるならダンスくらいできねえとな。え？やっぱりお前は相当鈍感だな。それとも計算か？計算でやってたらさ、主人公どんだけ小悪魔？小悪魔通り越して悪魔だよ。あの、何がですか？やっぱり本物か。ったく、調子狂うぜ。すみません。謝るな。それよりも、俺がこうやってお前と踊っていることがどういう意味なのか考えてみろ。元気づけるため。お前、そんなに落ち込んでんのかよ。いえ、大丈夫です。じゃあ、やっぱりわかりません。本当にか。もしかしたらって以前から考えていたことが一つだけあるんですけど。お、これは来るか。お、なんだ、言ってみろ。それは言えません。だってただの希望ですから。希望か。なるほど、その返事で十分だ。え、ちょっと動くな。ん？はい。うわ、突き刺さるような視線をたくさん感じる。いい具合に注目を集めてるな。よし、その姿勢のまま目を閉じろ。え、なんでですか？いいから、言う通りにしろ。そのまま動かず黙ってろよ。はい。え、これはさ、先輩、一体何をするつもりなんだろう。何？え、何？今口に何か。先輩、今何をしたんですか？さあな。もしかして。うわぁ、アトベすげぇ、恥ずかしい。よくやるぜ、まったく。なあ、ユーシ、あいつら付き合ってたのか？いや、まだ付き合ってないで。
あの子が固まってるところを見ると、さっきのキスも同意なしやな。おお、そこは寿司のが欲しいけどさ、もう何もなくていいや。もうキス？なんだ、もう一回してほしいか？理由は明快だろうがよ。ま、周りのやつには言っとくべきだろうな。いや、言うにもさ、もっと何かあったんでしょ？聞け！こいつは俺の女だ！はあ、はあ、これから先、こいつにちょっかい出すやつがいたら、男だろうが女だろうが関係ねえ。この俺が全力で潰す。いいな、覚えておけ。親衛隊のやつら、ざまみろ。うわ、さすが跡部さん。本当にどういう神経してるんだあの人は。これでも大丈夫だろう。おい、カバチ。うっす。後を頼む。おしたりたちにも協力させろ。うっす。行くぞ。はい。他にやり方があったかもしれないけど、あんな事件があったから。まあ、アトベ先輩なりに考えてくれたんだよね。あの、アトベ先輩。あの、さっきの言葉は…いくらお前でも、もう分かっただろうが。はい、でも、本当に私でいいんですか？お前がいいんだ。信じられねえか？先輩、本当に…信じられるまで、何度でも言ってやるよ。お前が好きだ。私も先輩が先輩のことが好きです。ああ、知ってる。ありがとうよ。いやー、ハッピーエンド。静かだな。これはさ、やばいわ、これは。羨ましいわ、羨ましいよ。あ、起きたんですか？ああ。どれくらい眠ってた？1時間弱くらいです。お昼までにはまだ時間ありますし、もう少し眠っていてください。いいのか？はい、綺麗な庭を眺めているだけで時間が経っちゃいます。それに先輩もそばにいるし。そうか。え、これ学校じゃないの？制服着てるけどさ、跡部先輩のうちなの？すごく贅沢してるなって思います。そうだな。はい、もう少し寝る。はい。俺が起きたら甘えさせてやる。まあ目を閉じてんのもいいな。久しぶりの休みで学校以外で二人きりになるのも久しぶりだ。あ、やっぱここ学校じゃないんだ。先輩？もうちょっと俺に甘えろ。じゃなきゃつまんねえだろ。俺は。はい、先輩が起きたら
いっぱい甘えますね。大好きです、恵子先輩。これはさ、もうやばいでしょ、もう。後部先輩を無事攻略できました。次回は他校の学校のテニス部の誰かを攻略していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくださると嬉しいです。